まずはホーム愛媛のスターティングラインナップです。ゴールキーパーは岡本、ディフェンスは3バックです。大谷、栗山、そして西岡、アンカーには田中がいて、右に小暮、そして左に高木、川村と石井、そして藤本が累積明けで戻ってきました。榎本が今シーズン初先発という11人になっています。続いて大宮のイレブンです。ゴールキーパーは南、ディフェンスは真渡、西村、串引、そして松本、ダブルボランチは三角と小島、トップ下には菊池が入って、右から黒川、川田、そして奥抜きという11人です。前節怪我で途中交代だった川面に代わって松本をチョイスしてきました。セカンドボールはまた三角、そして前線に送ります。ドリブルが得意な奥抜きが1人剥がして、遠いサイドには黒川がいるが、近いサイドの川田を使う。ゴール前には11番の奥日と10番の黒川、サイドを変えて、ここに8番の真渡のクロスが入って、ヘディングシュート、完璧なクロス、完璧なヘディング、先制点大宮、決めたのは奥抜きです。素晴らしいボールだったです。まずここ大きく 68m の幅を使いながら、人と人との間にうまく入ってますよね。そして奥抜きのヘディングもしっかりゴールキーパーの足元でした。そうですね、うまく叩きつけて、ウィングバックの高木にはサイドバックの真渡りが、ここから逆サイド通したいですね。そうですね、長いボールを送る、右のサイドの小暮、さあここは小暮勝負ですよ。小暮が勝負に行く、クロスが上がった、藤本のヘディング、同点に追いついた愛媛、素晴らしい、エースが決めました、今シーズン9点目、滞空時間の長いヘディング、ここ素晴らしかったですよね。縦に持ち込んで入っていくところ、ここはもう藤本の身体能力ですよね。これね、左足で持ってるんで、なかなか松本も飛び込めないんですよ。これ右足だと縦のコースしかなくなるんですけど、これ一つボールの運び方ですよね。いや、素晴らしいボールだったですし、近いサイドを狙った西岡、スラスラ、逆転になりました。愛媛コーナーキックから西岡退陣、まあ、サインプレーなんでしょうけど、ちょっと本当にうまく触りましたね。はい、最後は少しこのカメラでも追い切れていないんですが、西岡大使が左足ですよね、当てたという、川田が広げて、さあ真渡りだ、クロスが入って、菊池のシュートは打てませんでした。この後ミカド、最後はミカドのシュートは枠の上、広げていって串引きからサイドの真渡り、小島を使います。釣り出された栗山、逆サイド、さあ最後詰められるか、最後オウンゴールになりました。クロスが入って誰に当たったか分かりませんが、オウンゴールで大宮同点。ここでこのプレーですよね。はい、ダイレクト、小島いいプレーだったですけどね、はい、ここは奥抜き早いですしね。最後は愛媛の小暮に当たってオウンゴール、大宮が同点に追いついています。藤本のポスト、奥抜きが体を入れます。小島、そしてワンツーのパスをもらって、また小島が運ぶ、奥抜きを選択、奥抜き、こぼれ球クリアできない、真渡り下げてシュートを打った三角、さあ逆にカウンターチャンスは愛媛、藤本だ、さあ先ほどはカードをもらって仕掛けるシーンがあったが、藤本が自分で行かず石井を選択、素晴らしい、サイドリードを奪った、最後決めたのは石井だ。
ですよね。一つここに藤本に預けて、でこれ榎本も逆サイド走ってるんでここが開くんですよね。あとは藤本が人に仕掛けたこと、ここで中に仕掛けたことでこの外が開きましたよね。ただこのシュート素晴らしいですよ。自信を持ってここも打ってますし、シュートを打ってくださいっていうパスが入ってっていうところですよね、はい、19番の今身長は190センチ、ゴール中央に構えます。同点に追いついた大宮、また決めた川田、強い3戦連発で同点弾。大西さんから強いと一言ありました。これ難しい姿勢ですしね。ただ本当にこうひねる力と飛ぶタイミングですよね。つなが運んでいって、ここは遠いサイドを走っていた遠山、遠山シュートを狙った。いいですよ、こういう形ですよ。遠山先ほどパス選択しましたけど、ホームでしかも暫定最下位で勝ち点1ではなく3を取りに来た実吉監督。内田が入れる、ニアサイド、ゴールの枠の外です。5分のアディショナルタイムはすでに回っています。放物線を描く山田、すらせて最後シュートは打てず試合終了。両者痛み明け、3点ずつを取り合いました。しかし結果は引き分け。